運命とは生まれながらにして決まっているもの。その宿命を知り心折れる者は数知れず、命を落とす者も少なくない。覚悟なき者は去れ。勇気ある者だけが私を訪ねるがよいぞ。ここにいるということはよほどの勇気あるものか、もしくは危機感ゼロとお見受けするがいかに。後悔してももう遅い。引き下がることはできません。私の占いは絶対なのです。さて、今日あなたが聞きたいことは、あ、いや、言わなくてよろしい。今話題の日曜劇場ゲットレディについてね。内容が知りたくて待ちきれないということでしょう。本来関係者にしか公開していない映像を特別に高額でお見せいたしましょう。髪型はセンター分け、鼻はスラッと高く、あれやだ、イケメン、イケメンが見える。今回はこの人に生き延びる価値があるかどうかが争点になりそうね。生き延びる価値はあるのか。俺が与えるチャンスは1回だけだ。見殺しにするお前はどうなんだ。ただ俺は死ねないんだ。あんたなら救えるのか。せいぜいもがいて生きろ。ゲーム。お前には生き延びる価値がない。ああ、今見たでしょうね。見たよね。今確かに見たでしょう。いけないんだ、いけないんだ、平成に行ってやろう。ということで、口止め料22万いただきます。領収書なし、税務署抜きで。私の占いは絶対なのです。